そんな中、アイ君がその取ったトロフィーとかメダルを今日ちょっと持ってきてもらってるんですけど、はい、その大会の紹介とか成績を教えてもらった、まあ、つい最近のやつなんですけど、まあこれジャパンカップっていう、まあ、日本一を決める大会で、まあ、今年の2月に、まあ、優勝した時のやつなんですけど、ジャパンカップっていうやつも、まあ、年に1回だけあるんですけど、まあ、今年優勝したんですけど、去年僕予選落ちしてて25位とかそれぐらいだったんですけど、まあ、そういうことも全然ありえますね。優勝候補の人が予選落ちとか結構毎年何かしらの波乱はあります、ね。うん、それはやっぱコンディションが主な、まあ、コンディションもありますし、やっぱそのやる課題っていうかが毎回違うので、まあ、その課題が苦手ばっかり来たとかっていうのも結構ありますね。世界での最高成績っていうのは世界選手権2018年の世界選手権で優勝が多分最高ですね。それも、まあ、まず僕世界選手権初出場だったんです、その時で。全然ワールドカップでも1回も表彰台すら乗ったことなくて、決勝も2回とかしか行ったことない中で、まあ、優勝だったんで、まあ、そういうこともあり得る。じゃあ全然注目されてない中で出て、そうです、いきなり、はい、うん、YouTube に映像載ってますよね、確か載ってますね、うん、はい、ぜひ見てほしいですね、その時の映像。そうですね、号泣してるんで優勝決まった瞬間号泣してる。人と争うのはあんまり意識してないってさっきおっしゃってたんですけど、やっぱ勝つと嬉しいものですか？まあ、なんかその勝ち方にもよりますね、うん、僕の場合はその優勝できて、まあ、自分が思った通りの試合運びができたりしたらすごい嬉しいですけど、まあ、例えば成績が良くてもなんか自分の納得いく登りができなかったりしたらそんなに嬉しくはないです。このワールドカップの時は結構思った通りの登りが、そうですね、その時はこれまでの競技人生で、まあ、苦労したこと悩んだことってありますか？何って言われるとないですけど、あの毎日悩んでますね、実際に。まあ理由としては、まずコーチがいないので、まあ、練習とかは全部自分で決めてるんですけど、その試合で、まあ、何が出るかわからないっていうか、毎回どう試合対策をすればいいかっていうのは正解がないんで、その正解がない中で毎日練習をするっていうのは結構苦労しますね。だからこの動きの練習をしてても試合に出るかどうかは分からないっていう状況で毎日練習してるので、そこはやっぱ他の競技にはない、まあ、難しいところかなと思う。コーチっていないんですか？コーチはいないですね。だから練習今日するかどうかも自分で引きますし、だから逆に言えばいつでもサボれるっていう、はい、サボっちゃうことあるんですか？たまに朝起きて、いや今日無理だなって、そのまま寝る時もたまにあります、ね、まあメリハリっすよね。これまでの競技生活でコーチがいた時期ってあるんですか？いや、ないですね、ずっと一人だった。何を見てこうトレーニング決めたり考えたり改善したりしてるんですか？まあ、クライマーで、まあ、そのトップで活躍してる人も結構コーチがいない人が多くて、まあ、選手同士で一緒に練習したりとか、まあ、意見交換し合ってとか、もう周りを見て、まあ、どんどん吸収してって感じです。あ、こうクライミングを上手くなりたいっていう、まあ、学生とか子供とかがいた時は教わる場っていうのはどこかにあるの？そうですね、今はまあ、一応そのクライミングジムでスクールみたいな
学生とか小学生のスクールとかもやってたりもしますし、もちろんコーチもいるにはいるので、まあ、そういう方にお願いしてできることはできます。まあでも逆にそういうのが苦手とか誰かに言われてなんかやるっていうのが苦手っていう人は全然自分一人でもできるので、そこは自由度が高いんですよ。僕もそのコーチつけない理由として、まあ、あんまり誰かに言われてやるタイプじゃないので、まあ、自分がやりたいって思うことをやりたい人なので、まあ、そういう人には結構向いてるかなと思う。サッカーやってこられたり、まあ、他のスポーツもやってきたと思うんですけど、多分全然違うじゃないですか、はい、チームスポーツと個人競技だったり、はい、その辺ってこう、まあ、だから多分あれ続かなかったんですよね、サッカーとか、はい、他が、まあ、この競技の、まあ、いいところをに、まあ、ハマったというか、まあ、自由度が高いっていうのがやっぱ一番、その毎日同じことやるのがすごい苦手で、なんでまあクライミングだったら練習も、まあ、辛い部分でもありますけど、その毎日やることは違うので、まあ、そういう部分も楽しみながらやっているって感じですね。やっぱ、まあ、まず、まあ、こういう自由な感じが好きなんで、まあ、団体競技はあんま向いてなくて、まあ、かといってまあ個人でもコーチにああしろこうしろ言われるのもちょっとまあ苦手なんで、すげえわがままだけなんですけどとかいう人には向いてるかなと。ちなみにサッカーやってた時はどんな選手だったんですか、ポジションとか。ポジションはフォワードでしたね。でもやっぱあんまパスとかしないんですよボールよこせみたいな。そうだからやめるっていう強いですよね、そういうやっぱ性格とかも競技に反映されますね、はい、結構今のなんか若い人たちとかに向いてると思うんですよ、うん、結構なんか自由度高い時代になってるじゃないですか、知らないですけど、うん、かそういう自由度が高いっていう意味ではクライミングは結構、まあ、そっち寄りだと思う、うん、クライミングやってるとモテますか。いや、それはもう個人で、その人次第です。まあでもいい体にはなると思う。引き締まったから。だからそのジムとかでガンガンバーベル上げたりとか、そういう筋トレとかも続かないっていう人とかはおすすめです、ね。本当に楽しくやってるだけで、まあ全身運動になるし、体は徐々に引き締まってくる。今後の目標はどうですか。まあ、目の前の大会とか、まあ、一つ一つに集中して、まあ、そこでまあ自分の最善のパフォーマンスを出すことがまあ常に目標です、ね。はい、こんな選手になっていきたいっていう理想というか目標はありますか。誰とかはないですけど、やっぱり、まあ、誰が見ても強いっていうか選手にはなりたいと思うし、まあ、なんだろう、僕こういう、まあ、別にそんな特殊な体は特別大きいわけでもないし、まあ、本当に日本人、純日本人っていう体型なので、まあ、そういう人でも全然戦えるっていうところを見せていきたいなと。競技以外でやってみたいことってありますか。競技以外でやってみたいことは、なんだろう、なんだろう、なんでもなんでもあるな。別にあんまり大きいことじゃなくても、はい、クライミングなかったらなんだろうな、何っていうのはないですけど、まあ、いろいろ挑戦はしたいですね、常に。やったことないことをやってみたいです。なんかめちゃめちゃちっちゃいので言うと、バンジージャンプやってみたいです。
行きましょう行きたいです、マジで。この間あの茨城にある日本一高いところ、はいはいはい、知ってます。撮影で行ったんですけど。マジですか？マジでやばいです。あ、マジですか？え、ちょっとやってみたいんですよ。あ、ちょっとじゃあそれ。俺でも一瞬で飛べる気がするんですよだってハーネスに対する安心感やばいっすよ。絶対大丈夫って分かってきてその行ったのはめちゃくちゃ高所恐怖症の人で行ったんで、はい、結構それはやばいっす。え、何メートルなんですかあれ？100メーター。 100？ そう、やば橋からこう飛び降りるみたいな、はいはいはい、めちゃくちゃ楽しそう。そう、ちょっとじゃあぜひやりたいですそうか、いろいろやってみたいっていうことですね、はい、じゃあ逆に、うん、何やってほしいとかちょっと募集したいです。ああ、確かに何でもやりたいっていう、はい、なんかやってほしいものでもコメント欄の方にぜひ。無茶振りでも、はい、何でもやりますやるかどうか、何でもやります、何でもやりますさすがじゃあ今21歳ですもんね。だから世間でいうと就活とか考える時期じゃないですか、はい、本来だったら。なんかクライマーになってなかったらこんな仕事してみたかったとかってありますか？ないですね、ないですね。ちっちゃい頃の夢って何だったんですか？でもサッカーやってた時はそれサッカー選手だし、しかもテニスやってた時はテニスだし、うん、そういう感じです。じゃあちょっとオリンピックについてなんですけど、まあ、延期が決まってしまいましたが、まあ、東京オリンピックに向けて思うことをちょっとお願いします。そうですね、まあ1年、今のところ1年延期になってしまったんですけど、まあ、逆に、まあ、準備する時間が1年増えたと思えば、まあ、よりいいパフォーマンスとか、まあ、いい状態で臨めると思うので、そこはポジティブに捉えてます、はい、目指すところはありますか、オリンピックで？まあ、出るならもちろん金メダルは絶対ですね、うん、それ以外ないです。カイ君の競技人生について振り返ってもらいましたが、はい、最後にじゃあこれを見てくださっている皆さんに一言お願いします。今日は僕の競技人生を、まあ、少し振り返ってみました。まあ、これからも、まあ、YouTube だったり普通に競技だったりいろいろチャレンジしていきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。そうですねチャレンジしてほしいものがあればコメント欄の方に書いていただければ、できる限りやります。じゃあいっぱい来たらチャレンジ企画やっていきますか？そうですね、チャレンジ企画のプレイリスト作りましょう確かに、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お待ちしてます。